択の例え。悟りとは人が変じて別の何かになることではないのじゃ。むしろ本来の状態に戻ることなのじゃ。偽りの観念世界から真実の家に帰ることとも言えるのじゃ。例えば金持ちの子が家に飽き足らず、どこか遠くへ旅に出たとしよう。その子は厳しい世間で何年も暮らし、乞食になり果ててうろつき回っていたのじゃ。持っているものは汚い破れた衣と、破れた地図と獣を撃つための折れた杖と壊れたお椀だけなのじゃ。どんどん流れて行き着いたのはかつて暮らしていた自分の家だったのじゃ。しかしあまりに長くよそに行っていたために自分の家ということもわからなかったのじゃ。金持ちの子はただ一日の糧となる食事を求めて、その家に行ったのじゃ。その家の門を叩くと金持ちの親が出てきたのじゃ。すると金持ちの親はすぐにそれが自分の子供と分かったのじゃ。親は子にこう告げたのじゃ。お前はわしの子じゃ。この門を入ればこの家も財産もこの地方の土地もすべてお主のものじゃ。しかし、この門に入るにはその汚いものをすべて捨てなければいかんのじゃ。すると子はすぐに破れた衣を脱ぎ捨て、破れた地図も折れた杖も壊れたお椀も捨てたのじゃ。そして門に入り、家も財産も土地もすべてを自分のものとすることができたのじゃ。悟りを求めるのも元からある本来のすべてを取り戻すことなのじゃ。それには今自分のものと思っているものをことごとく捨てなければいかんのじゃ。人が自分と思っている破れた衣のような自我、破れた地図のような愚かさ、獣を追うための折れた杖のような怒り、壊れたお椀のような貪欲、それらを捨ててようやく全てを得られる悟りの門に入れるのじゃ。自我は衣のように人を守り、他人から見られる自分があるという観念なのじゃ。しかし、それは実は破れた衣のように心身を守れず、我執によって醜さを表すだけのものじゃ。自分の名前とイメージがその本体であり、それらのために人は自らの心身を疲弊させ、壊すのも意図はないのじゃ。その観念にとらわれて全てを自分のものとしたいと思う醜さが現れるのじゃ。それは捨て去って良い薄汚れた観念でしかないのじゃ。人の愚かさは破れた地図のようなものじゃ。我執や囚われによって人は愚かさを保ち、自らの利益を図ろうとしてかえって迷い、苦しんでいるのじゃ。それもまた必要なものではないのじゃ。怒りは折れた杖のようなものじゃ。折れた杖で獣を撃とうとしても役に立たないばかりか、自らを傷つけるものじゃ。恐れから逃れるために人は怒りを起こすが、それはかえって自らを傷つけるのじゃ。そのような怒りも捨て去るべきものじゃ。貪欲は壊れたお椀のようなものじゃ。壊れたお椀に食物を入れても、こぼれてしまうからいつまでもいっぱいにならないのじゃ。そのように欲は不安によって起こるものであるから、限りがないのじゃ。貪欲があればいつまでも満足することはなく、無駄に時間を過ごしてしまうのじゃ。それも捨てなければ悟りの門に入れないのじゃ。人がただ老病死の苦を逃れようとして悟りの道を行くのは、自分の家に一日の糧を求めていくようなものじゃ。そのために今自分であり、自分のものとしているすべてを捨てればすべてが得られるのじゃ。それは他から与えられるものではなく、自らが変わることでもなく、本来のありように回帰することなのじゃ。そのような悟りによって全てと本質的につながり、永遠の安楽に到達するのじゃ。修行者は実践によって確かめるのじゃ。